はいどうも、プロボーラーのイソピーです。はい、すいませんね、今日ちょっとね、撮影するつもりじゃなかったんで、マイクないんで、いつもとね、ちょっと違う感じで撮ってはいるんですけども、もし聞きにくかったらすいません。はい、でね、今日のね、お話なんですけども、2021年ももう2月になってしまいましたけど、新しいボールですね。はい、その、各メーカーからいろんなボール出ますけども、そこら辺がね、どういうふうに変わっていくかなっていう感じのね、僕なりの、想像とか、ここね、しばらくのね、そのボールの流れからの、なんというか、はい、予想というかね、そういうところをね、お話ししていこうかなと思ってます。はい、まずね、今日は、カバーのお話をね、しようかなと思うんですけど、まず、去年まで、のイメージというか、推察ですね、ここしばらく。一番大きいニュースというか、出来事っていうのは、やっぱりエボナイトグループが、ブランズウィックグループに買収されたっていうところは非常に大きいかなとは思いますね。だから、エボナイトのね、グループのその買収の話は、チャンネルでもね、あげましたけども、その時のエボナイトグループ、エボナイト、ハンマー、トラック、コロンビア、主にこの、ね、4つのブランドがそのエボナイト工場で生産されてたんですけども、ブランズウィックグループに、吸収合併みたいなね、感じ でそのエボナイト工場の方はもう稼働してません、全部メキシコのね、ブランズウィック工場の方で今作られております。なので、ABS 契約だったら、トラックとかコロンビアで、レジェンドスターさん契約だったらハンマーとエボナイトはね、実際同じですけど、作ってる工場が違うっていうので、どうなるかなっていうね、お話あって、結構ね、いろんなプロにもね、聞いたりはしたんですけど、意外と高評価な人が多い、中にもやっぱり変わってからあんまりだって言われる方ももちろんおられます。ただ相対的にはね、意外といい意見の方が多いかなと思いますね。で、例えばそのあんまり良くないって言われたプロでも、そのいいボールと悪いボールというか、そのタイプによってはっきり感じるようになったんじゃないかっていうような話は、聞きましたね。だ、そこら辺も含めて、今後どうなっていくか、僕もハイスポーツ契約ね、3年半ぐらいやらせてもらいましたけど、そこから今年はね、 ABS 愛好家として ABS の球をメインで投げていこうかと思ってではいるんですけども、実際ね、いくつか投げてね、そういうふうに思ったところもあるんで、そういうお話もね、一緒にしていこうかと思います。で、ぶっちゃけ、もうある程度もうカバーとかコアとかもうね、なんかある程度進化しきっちゃったような感じは正直あったんですけども、その中でもやっぱりね、去年を一番、僕の中では一番じゃないんですけど、でもやっぱりこのね、世間的には一番大きかったのがネックスカバーストーブですね。で、あれが、登場してから、登場したのは去年一昨年ぐらいですけどね、そのネックスカバーが本当に今いろんなボールにどんどん搭載されて、またネックスみたいな話もよく聞きますけど、だってネックスカバー良かったですもんね。はい、それこそ日本だけですけど、パワーエリートフィジックスね、あんなもやっぱりすごいいいですし、本当にね、全てのボールにこのネックスカバーを組み合わせていくんじゃないかと、ね、思うぐらい、本当にそれぐらいね、新しいカバーというイメージですね。ただね、僕これハイスポーツストーブ投げてて、違うメーカー投げた時にそこら辺の違いをすごい感じるんだろうなと思ったんですけど、今のところね、そんな感じないんですよね。っていうのが、もともとやっぱりその手前のスキッドを出すと、どうしても奥でオイルがね、多かったりすると、どうしてもね、動きがっていうところがあったんですけど、ネックスカバーはそのミッドから、ね、奥バックエンドまでの強さを兼ね備えてるのに、意外と手前行くよみたいな、そんなカバーにはなってるんですけど、最近はそこまでね、まだいっぱい投げたわけじゃないんですけど、最近動画で上げたやつだったら、プルーフハイブリッド、つい最近あげましたけど、意外とね、手前曇ってて、そこそこ強めみたいな、中の上みたいなイメージなんですけど、でそんなにレイアウトもそこまで強くないんですけど、意外とね、手前がある程度そのカバーの行く割に
まあ、奥でのキャッチ感というかが程よくあるんですよね。だからまあ全体的に、まあ、今はそのメーカー限らず、まあ、そういうところはしっかり、なってるというか、まあ、今のトレンドですよね。だパールなんかでもあのパールの手前の行き足は残しつつしっかり奥でのキャッチ感はあるみたいな。で昔みたいに走ってズボッとね刺さったり切れたり抜けたりとかじゃなくて ある程度、まあ、安定した強いパールっていうね、だそういうのが、まあ、まあ僕の中で今流行ってきてるなっていう、まあ、前からですけどね、まあ、最近特に多いなっていうのはすごい感じますね。だそれの最上級がフィジックスのパワーエリートだったんですけど、まあ、そこら辺が、まあ、今年はいろんなメーカーどうなのかなと思ってます。で先ほどねそのネックスカバー僕の中では一番じゃないと言いましたけど、僕の中で一番感じたのは、まあ、ナノデスですね。ナノデスの8の8ポンドコア言うてもね 8.7 ポンドらしいんでまあまあ重いですけど、まあ、そういうところをね、本当にどうなっていくかと思うんですけど、まあ、それはねコアの話は また次しようと思うんでね、まあ、とりあえずカバーはい、でカバーね、やっぱり日本はね、その予想というかね、アメリカから入ってきたやつ、オリジナル系を見ると、どうしてもまた強いやつかっていうね、印象あると思うんですよね。まあ、実際そのね、オリジナルの方と、まあ、日本だけの OEM と、まあ、そんなに意識してない方っていうのも意外と多いと思うんですけど、やっぱり走り系とかね、そういう走り切れっぽく作られてるのは、やっぱり日本だけの独自の OEM っていうのがねちょっと多いかなという印象ではあります。はい、まあ、実際ね、まあ、そのいろんな説ありますよね。アメリカだったらこうだから日本だったらこうだからっていうね、まあ、その中でもまあ日本人がまあスピードが遅くて、まあ、回転も少ないからまあそうじゃないかって、まあ、言われてるのが有力とも言われてますけど、でもやっぱり日本はボーリングはね、すごい人気だったっていうのも何十年前になって、未だにやっぱりその時のねボーリング場が多い。だから一般的にその板がね綺麗にはずっとメンテナンスしてても、まあ、レーンがね、荒れてて傷いってきてどうしてもスキッドが出づらいようにやっぱ必然的になってきてしまってるから、まあ、そういうふうにね、まあ、走り切れのボールとかの方が好まれるんじゃないかってねいうのも本当にねあり得る話だなとは思いますよね。はい、という感じで、まあ、カバーに関しては正直まあまあ、ストームはまあネックス系のカバーがやっぱりどうしても主になるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、個人的にはねストーム投げてた時のねパララックス、トラクション X7、ああいうカバーがどうなるのかなっていうイメージはあるんですけど、正直カバーの特性上ねやっぱりなんか混ぜ物系なイメージなんで、まあ、ハイブリッドしか今のところ出てないですよね。バイトの、ね、SE なんかもトラクション X7 ですけど、あれもハイブリッドなんで、まあ、そういうところら辺がちょっとどうなるのかなっていうところは正直、まあ、僕はね、投げるのはもう ABS ばっかりですけど、やっぱりドリラーとして、ボーラーとして、まあ、そこはね、気にしていこうかなとは思ってます。であとはそうですね、やっぱり僕正直、今一番楽しみにしてるのは、ナノデスの8の続編ですね。8の時は正直ね、ソリッドカバーだったんですごい良かったんですけど、スピードがある人とかあんまり幅を取れない人からすると、まあ、ちょっと物足りなさすぎるっていうところはあったっていうのは、まあ、確かに事実かなと思うんですよね。だからそれを、まあ、それがいいんですけどね、ぶっちゃけ、はい、ただそれを、まあ、次出るんだったらどういうふうに出すのかなっていうところは正直気になっています。だからまあ、ただ強いパールにするんかな、でもね直進性が高いんでそんなに弱いパールはないと思ってるんですけど、まあ、強いパールなんだったら本当にねパワーエリートみたいに走りながらも先でもしっかり向こうみたいな、いやその安定した強いパールっていうんだったらねあるんですけど、まあ、コアがね高感性なんで、まあ、僕的にはやっぱりソリッドの方がねいいかなとは思ってるんですけど、まあちょっと強めのソリッド、まあ、グラスプとかまではいかなくても、まあ、中程度中の上以上のソリッドカバーとの組み合わせっていうのが正直僕はナノデス8シリーズの続編っていうのではね気になってます。あとまあツアープレミアムシリーズもね、すごいずっといいボールばっかりなんで、まあ、僕としてはまあ今 ABS の球ばっかり投げ出して、まあトラックが多いかな、多くはないか、トラックが、パラドックスレッドとブルーフハイブリッドだけか、あとナノデス8、アキュロール2とか
あとマジョリティ、マジョリティ良かったですね。そうマジョリティもね、まあ、どっちかというと、まあまあ、工場はストームなんですけど、まあ、あの手前の駅間すごいしっかりもちろんね、パール走り系のパールなんでしっかり走るんですけど、あの先もねなんか思ったよりこの手前がこんだけ走るのに意外と滑らんよねっていう。でね、動画の中でもね言ってたと思うんですけど、あのああいう走り系のボールってあの走ったらその、まあ、オイル多いとこ通したらどうしてもね硬い当たりになったり、どうしてもピンが飛び切らなかったりっていうのはあるんですけど、意外とねマジョリティはそのオイル多いところ使っても、まあ、程よく、まあね、すごい強いとは言いませんけど、意外とね柔らかめのピンアクションだったんで使える幅がねすごい広いっていうねイメージがあったんで、本当にねマジョリティなんかすっごいいろんな人にね投げてみてもらいたいなって思うような球なんで、まあそこら辺はね、本当にまだちょっと、ね、考えてる方マジョリティねぜひお勧めしたいと思います。まあ本当にねまあいろんな革は今後出るとは思いますけど、まあ給油ね給油率を高めて、まあ、曲がっていくっていうところから、まあ、そのトラクション X7 みたいにあの走り感はあるけど、まあ、キャッチも強くてあの寿命もちょっと耐久性も高いよみたいなね、ああいう感じのカバーにどんどんなっていくとは思うんですけど、まあ、それがね果たしてどれぐらいなのかって正直ね分かんないですもんね、投げ手としては。まあ、そこがねあのこうなんだよっていうのをはっきりと言うだけじゃなくて、まあ、メーカーさんにね数値出してもらったりっていうところもね、まあ、期待したいところではあるんですけども、まあ、実際ね本当にどんどんカバーストップ進化っていうのはしてると思うんで、まあ、ぶっちゃけこれ以上ねキャッチ強いだけの球っていうのはいらないんで、まあ、本当に、まあ、そういうところがどうなっていくのかなっていうところはね、楽しみにしておきたいと思います。個人的にはね、全然強めのカバーでいいと思うんですけど、だから本当にまあまあ今でもそうですしこれからもそうですけど、まあどんどんその力を一気に放出するというより、やっぱり安定してそのね力を分散させて出していくっていうような感じのカバーがどんどん増えてるんで、まあそういうふうな感じの方向性とはいくんだろうなとは思ってます。そこら辺もね、メーカーとかね関係なくプロボーラーとしてドリラーとして気にしてはいきたいなと思ってます。はい、まあ、いろんなね、ネーミングの新しいボールとかもどんどん出ますけど、まあ、そういうところもね含めて、楽しみにはしてますっていう感じで、まあ、またね、ABS 系のボールはね、投げれるやつはね投げていきたいと思うんで、まあ、ただねちょっと最近ねボール買いすぎてお金がないんで、ちょっとしばらくはねおとなしくしようかと思ってますけど、とりあえずナノジェスのウレタンは買います。はい、って感じで今日は終わりたいと思います。ご覧いただいた方ありがとうございます。 Facebook や、ね、Twitter のフォローの方もお待ちしております。それでは。